はい和の音を聞いてくださりありあがとうございますす村中友です、えー、私はですね高村光太郎さんの「あなたはだんだんきれいになる」宮沢賢治さんの「心中原中也さんの「たそがれ」与佐野明子さんの「円柱芥川龍之介さんの「雲の糸」小川美名さんの「果てしなき世界」を読ませていただきましたイエーイ <laughs> えー、今回ですね初めて触れる作品もあったんですけれども、えー、自分なりに調べて作者はどんな気持ちだったんだろうとか実際どんな風景があったんだろうとか何が言いたかったのかなんてこう想像すするのがとても楽しかったです、えー、朗読大好きなのでそういった作業もね準備作業もすっごい楽しかったし結構長いあの作品もやらせていただいたんですけど結構大変かなと思ったんですけどやり始めるとあっという間でした。はい そしてですねまた何より日本語の言葉が持つ優しさとか鋭さとか丸さとかなんかそういったなんか日本語の豊かさに触れてでかつこう想像をかきたてる表現方法だったりとかにいやいちいち感動しましてなんか改めててて日本語っっいいいいななうことを思いましたなんかこう柔らかで品があるんですけどなんか そこに厳しさとか辛さとかも表現できてでなんかこう一つの単語でそれ以上のこう匂いとか感覚とかなんか形状とかも感じさせることができるってこうすごいなって思いながらこう想像をかきたててこういろいろ準備をして読ませていただきました、えー、作品を通してですね自分の中もなんだかこう豊かになっていくようなそんな感覚でした。えー、皆さんは いいかかがでしたでししたょうか <laughs> はい「和の音」ではこれからもさまざまな文学作品をアップしていく予定ですので是非いろいろ聞いてみてくださいそしてお気に入り作品を探してみてください村中智でしたありがとうございます